水の上が歩ける。まるでまるでまるでアメンボみたいだ。何を思い浮かべた？気にするな。自分を驚かせられるものなんてこの世に存在しないとでも思ってたんだろう。そいつは思い違いだ。おい、なんで俺は水の上を歩けるようになったんだ？知りたいか？私は大昔からこの岸に一人で住んでいる。この湖には特別な性質があってね。何がそんなに特別なんだ？その水面を歩けるという点を除いて。この下には素晴らしい剣が眠っている。私はそれを守っているんだ。その剣は騎士道における5つの美徳を持つただ一人の人間しか持てない。周囲にはいろいろ言われてるが、徳が高いかと言われるとどうだろうな。私にはわかる。お前が何者かを知っているからな。剣を手に入れるにはまずそれにふさわしい人物だと私を納得させねばならない。これらの石には5つの美徳、すなわち勇敢さ、高潔さ、知恵、慈悲深さ、寛大さについてが記されている。これらの美徳を有しているかトゥサンで証明してみろ。この世界には助けを必要としている人がたくさんいる。彼らがお前の美徳を証明してくれるだろう。ゆっくり、よーし。くそ、犯人はまだここにいるはずだ。肋骨が粉砕し、耳からは出血、強烈な打撃を食らったな。喉が食い破られている。髪跡は人間に似ている。ただ人間と違って長い牙がある。ひどい。やったのは吸血鬼だ。だがエキムマーラではない。フレダーも違う。ブルクサだ。間違いない。地下室の中に違いない。5本の爪でつけられた傷だ。手の大きさは小さめの人間のものくらいだな。黒い血と月の粉を持って奥に越したことはなさそうだ。足跡だ。小さい裸足の足跡。地下室の奥に続いている。お前、宿屋にいたな。お前の正体は分かっている。だがなぜ彼らを殺したのかが分からない。血を吸うためではないな。
戦う必要はない。それは違う。生きて返しはしない。机で何をしてたんだ。ひどい匂いだ。びしょ濡れで両手が切断されている。やはり切り刻まれていたか。長い時間水に浸かっていたようだ。頭が膨れ上がり何かに食われた跡もある。喉に何かある。銭が詰まっている。ニルフガードのフロレンス、様々な属中のものだ。彼を殺した奴の仕業だとすれば、怪物は感情と知性を持っていることになる。死後に切り刻まれたようだな。すごい力で強打されているが、骨は砕けているのではなく切られている。彼を殺した奴はウィッチャーの剣と同じくらい鋭く長い爪を持っている。はじめに爪を心臓に突き刺したようだ。ブルクサの仕業ではない。三本目の手だと。この死体のものではないな。だがもう一人犠牲者がいたとは考えにくい。どうなってるんだ。まだ温かい。血も流れている。体の一部が再生する怪物は珍しくはない。だが分離した体の再生など聞いたことがない。ましてやこれだけ時間が経った後でまだ生きているとは。後で詳しく組織を調べてみよう。何かわかるかもしれん。彼を殺したのは間違いなく怪物だ。だがブルクサではない。それならなぜあのブルクサはこの手を取りにここへ来たんだ。これは一体誰の手だ。手がまだ温かいのはなぜだ。次に喉に詰め込まれていた小銭入れ、一体何の意味が。それになぜ死体はバラバラにされていたんだ。疑問は多いが答えは一つも見つからない。他の犠牲者の情報がいる。パルメリンに行って公爵に会わせてもらう。公爵と話がしたい。それも今すぐに。さあお前たち、お話は終わりだ。
親のところへ戻れ。でもパルメリン様、リディックとドラゴンの話は？また今度話してやろう。それより目の前にいるこの男をよく見てごらん。彼はリビアのゲラルトといって最強のウィッチャーだ。巨人ゴリアテ退治を手伝った勇敢なウィッチャーその人だぞ。ウィッチャーさん、美徳を持つ人が必ず悪に勝つって本当？必ず勝つわけじゃない。負けることもあるし、美徳が勝つことも悪が勝つこともある。それでも良き人でいるんだ。でもどうして？必ず勝てるわけじゃないのに。パルメリンの話を思い出してこい。気高い人の周りにはいい仲間が集まって頼れる友人ができるんだ。悪人はどうだ。頼れるのは他の悪人しかいない。君が仲間にしたいのはどっちだ？気高い人がいい。その通りだな。さあ、よくわかっただろう。父上と母上のところへ戻れ。聡明なる公爵閣下は闘技場での試合をご覧になるためにトーナメント会場にお着きになっている頃だ。急いで行けば試合が始まる前にお目にかかれるはずだ。案内してくれ。誰が戦うの？ニルフガードの剣闘士か。惜しいな。少し違う。もうすぐ分かるさ。誰かがシェルマールと戦うのか。尻尾の鈴で多少は動きが鈍くなるだろうな。何か問題でも？あいつは皇帝陛下からの贈り物だぞ。そういじめてどうする。自分が目隠しをされて尻にうるさい鈴をつけられて闘技場に放り出されたらどうする。怪物に同情するのか、ウィッチャー。俺はお前たちと違って娯楽のために怪物を晒し者にしたりしない。騎士の名誉になるとは思えん。誰が怪物と戦うんだ。業務だ。この前あっただろ。ああ、愛する女性に化け物の首を捧げる約束をしたと言っていたな。愛には大きな犠牲がつきものなんだ。行こう。この手で勝利をもたらし、我が麗のビビアン城に捧げよう。始まってるぞ。この戦いが終わるまで立たねばな。怪物に戦いを挑み、その勝利を阻む。
の怪物の運命は神の手に委ねられた。あらゆる国のためのベッチャーの勝利が近づきつつある。ベッチャーは僕が見つけるのを待った。究極のウィッチャー、リビアのゲラルトに倒され、シェルマールの巨体が転がった。見よ、今怪物の命の火が消えようとしている。ゲラルト、とどめを刺して終わらせるのです。この怪物を殺す必要はもうない。勝者はいつも慈悲深いものだ。正義は彼にあり。慈悲深きゲラルトを称えよう。やりたい、怪物を頼む。もう少しで命がなかったところだわ。だ、じゃ、無傷だ。ビビアンは英雄らしく口を閉じて微笑んでいる。喋るだけで激痛だろう。彼女が来るぞ。ゲラルト、大事な話が。ビビアンの後で話せる。救護テントでな。ゲラルト、素晴らしい、見事でした。カッカ、やはりあなたを招いて正解でした。このような明暗に思い当たって夢のように喜ばしいわ。ああ、虚越至極に存じます。さあ、早く若き英雄を助けるのです。私はゲラルトと話をしに行かないと。あなたの到着をずっと待っていて、ほとんど諦めていたところにあの華麗な登場ですもの。本当に驚きました。カッカ、シェルマールは危険な生き物です。たとえ全身を鎧で固めた騎士でも勝ち目はない。何を言うのです。ツサンではずっと騎士たちが名誉のためだけに怪物と戦ってきました。確かに業務は痛手を負いましたが、代わりに永遠の栄光を手に入れたのですよ。怪物を打ち倒したのですから。おう、では観客は。シェルマールが観客席に乱入したらどうします。大勢の死者が出ますよ。ゲラルト、闘技場で怪物を止めてくれたことは感謝します。でも忘れないで、先ほどの働きに私が正式に報いるのはまだ先のことです。これから話すもう一つの使命を見事に果たせば、惜しみない見返りを用意しましょう。カッカ、私への依頼についてお話を伺えますか。ええ、でも場所を改めましょう。ダミエンを呼ばなくては。あなたが到着するまで彼が捜査を担当していたの。どこにいたかしら。探しに行きましょう。